シュラマル。ねえねえ、今度軽井沢旅行に行くんでしょ？引っ越してきたばかりだけど、私も参加していい？こんばんは、レイカさん。まだ予約は確定してないから別にいいけど。本当に？やったー！やっぱりみんなと仲良くなるためには旅行に一緒に行くべきだよね。今回宿泊する宿って、なるみさんの知り合いが経営してるんでしょ？そう。ぜひ遊びに来てって言われたから旅行を計画してたの。それを聞いてた他のママさんたちから一緒に行きたいって言われてね。何それ、最高！友達の招待ってことは、もしかしてお金とかは払わなくていいの？お金はちゃんと払うよ。でもさ、普通友達が呼んだんでしょ？なら、お金はあっちが持つべきじゃない？招待されたっていうか、時間があったらぜひ泊まりに来てって言われただけだから。それに行くのは私だけじゃないしね。なるみさんだけだったら無料だったかもしれないけど、他のママさんがいるからお金払うってこと？私だけで行ったとしてもお金を払うけど。お願いしたらお金払わなくてもよくなるんじゃない？私、無駄なお金あんまり払いたくないな。宿泊費が無駄なお金っていう考え方がわかんないけど、そんな考え方するなら参加しなくていいよ。どうして？もちろんみんなにもお金は払ってもらう。最初からおごってもらう気満々の人と旅行になんて行きたくないんだけど。だって普通知り合いが経営してる場所に行くならお金を払わなくていいと思うでしょ？それを普通だと思ってるのがおかしい。そんなに言うなら自分で他の旅館予約して。どうして私が予約をしないといけないの？そんな面倒なことするわけないじゃん。レイカさんって非常識なんだね。なるみさんこそ新人に優しくしないなんて非常識。あっそ、とりあえずもし参加するとしてもお金は満額払ってもらうから、そのつもりで。せっかく無料で泊まれると思ったのに。そういう考え方が本当に無理。レイカさんとはあまり話したことがなかったけど、気が合いそうにないわ。それはお互い様じゃないかな。なるみさんの物言いってきついし。それなら今回の旅行は参加しないってことでいいよね。それじゃ。ああ、待ってよ！それとこれは話が別でしょ？早くママ友の友達を増やしたいから旅行にも参加する！旅行に参加しなくても普通に仲良くなれるでしょ。お会計の時に無料にしろとか騒がれても嫌だし。そんな子供みたいなことしないって。嫌味ぐらいは言うかもしれないけど。そんな人連れて行きたくない。迷惑。だって無料にしてくれないあっちがおかしいんだもん。どういうつもりで人を呼びつけたのか、ゆっくり聞きたいなと思って。呼びつけられたも何も、私たちはただ旅行に行くだけ。その時に友達が経営してる旅館に宿泊する。なんでレイカさんがそんな上から目線なのか理解できないわ。普通に考えてなるみさんだってお金払いたくないよね。シングルマザーだって聞いたし、お金ないんじゃない？おあいにく様、レイカさんのような考え方をするほどお金には困ってないから。タワマンに住む人は違うね。とりあえず旅行には私も参加する。それだけは忘れないでね。あんた自分で予約すれば、私の知り合いとして連れて行くのが恥ずかしい。お金は払うからそれでいいでしょ。私は他のみんなと仲良くしたいの。それを邪魔するなんて、なるみさんどんだけ性格悪いのよ。めんどくさ。私の友達に迷惑をかけたりしたらすぐに警察呼ぶから。はいはい。私の名前はなるみ。タワマンに住むシングルマザーです。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質です。本当にこの体質嫌になるよ。今 LINE をしていたのは最近引っ越してきたママ友のレイカさん。来月軽井沢旅行に行く予定なんだけど、彼女も参加するみたい。今回は私の知り合いの旅館に泊まることになってるんだけど、あんな非常識な人を連れて行くなんて正直気乗りしない。でも他のメンバーにもレイカさん参加するって言っちゃってるみたいだから、我慢するしかないか。まあもし何か不審なことをするようだったらすぐに対処するしね。旅行当日。ざまあ味噌漬けは？今日は楽しい楽しい旅行日和ね。なるみさんの友達が経営する旅館ってさぞいい場所なんでしょうね。いきなり何？もう少しで旅館に着くけど、ちゃんと遅刻せずに来れてるの？私はそこには行かないの。そんなボロボロのくせに、宿泊費ばかり高い旅館、誰が泊まるのよ。他のママ友の分も含めて、13人分キャンセルしたから。知ってたけど。は？
あんたが勝手にキャンセルしたこと知ってるよ。え？なんで？どうして？本当は知らなかったくせに強がり言ってるんでしょ？あんたアホ？友達が経営する旅館に行くんだよ。もちろん予約の名前も私の名前。それなのに急にキャンセルの電話をしてきたのはレイカさん。それが何？友達からいきなりどうしたのって確認の電話が来たよ。そうなの？少し考えればわかることでしょう。私の名前で予約しているのに、全く知らない人からキャンセルの電話が来るんだもん。何か急用でもできたのかって連絡が来てね。経緯を聞いたらレイカさんが電話してたこともわかったし。今回急な用事で無理になったって言ったの。それなのにわざわざなるみさんに連絡をするなんて。本当に非常識な旅館ね。空気が読めないんだから。頭おかしいのはお前な。それにも気づけてないところがすごいわ。だから私は事前にキャンセルされてたことを知ってた。知ってたから何なの？なるみさんの予約だけは残してあげたから。そっちで一人寂しく過ごすことね。こっちには私以外に二人いるけど。そうなの？まあ子供もいるから二人だけじゃないけど。二人って誰？ゆりとひまわり。確かなるみさんと仲がいい二人だっけ？なんで二人はそっちに呼んだのよ。私さ、大人数って苦手なんだよね。だから今回の旅行、10人以上で行くの本当は嫌だったんだ。別にママ友のみんなが嫌いとかそういうことじゃないんだけど、ゆっくりと観光したかったんだ。え？だけど一緒に行きたいって言ってくれたのに断るのもねと思って了承したんだけど、やっぱり旅行は少人数でいいかな。ちなみにみんなにはなんて言ったの？もっといい場所を見つけたからそっちに変更したって。なるみさんの友達の旅館はあまり大きくないから、大人数で行ったら迷惑だと思うって。みんなそれで納得してくれた？うん。無理に行っちゃったかもしれないからって反省してた。なんかありがとう。こっちはこっちで旅行を楽しむから、そっちはそっちで楽しめばいいじゃん。違う違う。こんなはずじゃなくて、私はなるみさんにギャフンって言ってほしかったの。それで私に冷たい態度を取ったことを謝ってもらって。めんどくさ。ギャフン、これで満足？違う、そういうことじゃない。もっと、ギャー、なんてことしてくれたのよ。せっかくの私の旅行が。みたいな。ギャー、なんてことしてくれたのよ。せっかくの旅行が。違う違う違う。まあ、とりあえずなんかありがとう。それじゃあバイバイ。あ、待ってよ、なるみさん。ねえってば。次の日。なんなのよ、みんな文句ばっかり言って。せっかく私がいろいろと考えてあげたのに。何一人でブツブツ言ってんの？私が予約した旅館が最悪だって。どんなとこ予約したの？そんなの知らないよ。適当に見て選んだんだから。口コミで星が2個もあったからいい場所なんじゃないの？それなのに、料金が高い割に、不備が多いとかみんな文句ばっかり。星が2って、基本的に5点満点でしょ、それ。星が2個しかないって結構口コミ悪いと思うけど。そうなの？いつも私旅行会社の言うこと聞いてたからそんなの知らないよ。自分で予約することなんてないし。ちなみにいくらくらいするの、その旅館。1人5万。5万？みんなの予算の倍以上じゃん。みんなに金額を伝えてなかったの？何も伝えてなかったからなんか高すぎるって言われて、私が全部払うことになっちゃった。私も嫌だったんだけど、夫に言うとか騒ぎ始めて。世間知らずっていうか、アホっていうか、勝手に予算を変えてたら文句言われて当然。これも全てなるみさんのせいだ。なるみさんがいなかったらこんなことにはならなかったのに。なんで私のせいになるのよ。なるみさんはサバサバした性格のくせに、みんなから好かれてずるい。特にゆりさんとひまわりさんからはめちゃくちゃ好かれてる。だから今回の旅行でなるみさんだけ仲間外れにしてやろうと思ったのに。結局その二人はそっちにいるし。そんな子供みたいなこと考えてたなんて相手にしてらんない。せっかく白糸の滝を見て心が休まったはずなのに、あなたからの LINE で最悪な気分。もう LINE してこないで。自分たちだけ観光を楽しんで、こっちはお通夜状態なんだから助けに来なさいよ。なんで私が助けないといけないの？自分でどうにかしろ。私たちは今から白糸の滝名物のイワナの塩焼きを食べるから邪魔すんな。自分たちだけずるい。今すぐこっちに来い。レイカとユリとひまわりのLINE。うるさいですよ。せっかくの旅行を邪魔するなんてどういうつもりですか？怒らせたら知らないですよ。
いきなりグループなんて組んでどういうつもり？私を助けてくれる気になったの？今すぐ合流するから、みんなの雰囲気どうにかしてよ。なんで私たちがそんなことをしないといけないんです？私と成美さんの時間を奪うなんて。私もいるんだからね。ち、うるさいな。だいたいどうしてあなたたち二人はそっちに参加したの？私の方に参加すればよかったのに。大人数の方が二人だっていいでしょ。そんなの、成美さんが好きだからに決まってるじゃないですか。成美さんが好きだからですよ。たったそれだけの理由？それでこの私からの誘いを断ったの？十分な理由だと思いますけど。その自信はどこから来るのか教えていただけますか？私にとって成美さんとは神様、道しるべでもあり女神でもあり、美しい存在なのに、どうして自分の方が勝っていると思い込めるのでしょうか。どうしたのゆりさん。あー、スイッチ入れちゃった。私知りません。スイッチって何よ。あなたたち二人がこっちに来れば、なるみさんは一人ぼっちで寂しい思いをしたのに、そのために私がいろいろと手回しして、なんでこうなるの。黙れゴミ虫、黙れゴミ虫、黙れゴミ虫、黙れゴミ虫。へい。なるみさんは私にとってかけがえのない存在。昔痴漢に会っていたところをなるみさんが助けてくれたんです。たったそれだけ？それだけでなるみさんのことを大好きとか言ってるの？笑っちゃうんだけど。だってなるみさんがいなかったら、今頃私はその男の人の手を切りようと。まあそういうことです。そうなっていたら私は今頃塀の中、子供にも会えず旦那にも会えず、それはそれは悲しい人生を送っていたでしょう。それを助けてくれたのがなるみさん。なるみさんを守ることが私の使命。あなたにはわかりますか？そんなのわかるわけないじゃん。ただ助けてもらっただけなのに、だいたいそれくらいで相手の手切り落とそうとするなんてよくないし、普通じゃないよ。あなたがしていることも十分普通ではないですけど、私は自分が普通でないということをしっかりと自覚しています。あなたに言われなくても。なら！ぐちぐちとうっせんだよ、ゴミ虫。へえ！あんまり刺激しない方がいいですよ。この人今まで離婚に追いやったり、生きてる方が辛いと思うようなことを平気でしてくるような人ですから。何よそれ。余計なことを言わないでください。私はレイカさんの味方してあげてるんですよ。このまま暴走したら何しでかすかわからないですから、おとなしくしてた方がいいと思いますけど。おとなしくしていたところで私の気持ちは変わりません。私何されるの？離婚とか生きてる方が辛いとか嫌なんだけど。それは今後のあなた次第です。あなたの弱みならもうすでに握っています。だからといってすぐ使うわけではありません。なるみさんは今回あなたに少しだけ感謝をしていると言っているので、今後のあなた次第ということにしてあげます。本当に？私もうなるみさんには嫌がらせしない。約束する。だから何もしないでください。口先だけでは何とでも言えますので、今後のあなたを見て決めさせていただきます。はい。どちらにしろきついと思うけど、頑張ってください。え？今回の件でみんなから距離を置かれると思いますし、仲良くしてくれるような人は少ないんじゃないですか？あ、そっか。どうしよう。二人は私と友達になってくれたり。するわけねえだろ。ないです。ですよね。ひまわりにどれだけ迷惑かけようと私は興味がありませんが、なるみさんを困らせることだけはないようにお願いします。はい。私に迷惑かけたらなるみさんが傷つくから。そしたら結局はユリが黙ってない。あなたたち三人にはもう関わらないから。なるみさんはひまわりのことで傷ついたりしません。勝手なことを言わないでください。なるみさんは優しいから悲しんでくれるもん。その会話は個人でやってもらってもいいですか？はぁ、はい。なんでもありません。それじゃあ話は終わったと思うので、このグループを退会します。どこにいても私はずっと見てますからね。ごめんなしゃい。私たちは軽井沢旅行を楽しんだんだけど、レイカさんはそうはいかなかったみたい。旅館を出てからはお通夜のような雰囲気で全然盛り上がらなかったらしくて、結局後半は別行動になったんだって。レイカさんは一人寂しく観光をしたらしい。家に帰ってから旦那さんにこのことを話すと、無駄遣いをしたと怒られ、他人に迷惑をかけるなって
家をパート以外で出してもらえないって聞いた。ママ友と仲良くなりたいって言ってたのに結果は真逆。今彼女は早く引っ越しをしたいって毎日のように言ってるらしい。旦那さんの仕事の関係上、引っ越しはまだ先だろうね。私は正直今回の旅行、仲のいい3人だけで行けて嬉しかったし、めちゃくちゃ楽しかったな。ゆりとひまわりは途中珍しくスマホを触ってたけど、何をしてるか聞いたら LINE を見せてくれた。あの LINE をしていた時のレイカさんの顔が容易に想像つくわ。今度は他人に迷惑をかけないといいんだけどね。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。